こんにちは。今日はグランスタ東京の手土産を紹介したいと思います。グランスタ東京は2020年の8月に、東京駅の中にオープンいたしまして、66店舗お店があるんですけども、その中でですね、ベスト10を発見したので、私はそちらをすべて買ってきました。なので今回は、10位からですね、順番に1個ずつ食べて、こんな感じかなとか、あんな感じかなとか、私なりの感想を伝えたいと思います。早速ランキング順に食べていきたいと思います。はい。で、ランキングの順位はこのプティガルガンチュアです。これは帝国ホテルの、中にあるプティガルガンチュアの姉妹店が今回グランスタの中に登場しました。ということで食べていきたいです。アップルパイなんですけど、なんと今回ランキングに入ったのはこちらのブルーベリーパイの方です。サイズは、女の人の手のひらサイズぐらいですかね。ちょっとちっちゃくなっております。はい。切るもんないので、ここで食べます。じゃーん。ブルーベリーパイ食べたことあります?私、アップルパイしかないんで、感想言えるかな?一口いただきます。めっちゃブルーベリー。中に、ブルーベリーのあんが入ってます。甘くないですね。しっとりしてます。ね、どちらかというと、中はしっとりしてるんですけど、外はかなりカリカリなので、私これ結構、タイプです。多分ね、アップルパイにない、なんか新しさが、これにある気がします。ブルーベリー意外と、パイにすると美味しいんですね。ランキングの9位はこちら、ラデュレからパリジェンヌ in 東京です。ラデュレって私最近ね、京都で行ったんですけど、あそこは和風のね、感じで、なんかすごいこう日本っぽいお店だったんですけど、今回ね、東京駅にあったのは、ポップな感じのね、いつもの、ほんとあの緑のね、ラデュレって感じでしたね。このサブレの味は4種類になってます。サブレの味が、ナンテと、ショコラノアゼと、ビエノワ、ピスタッシュになってます。私はピスタチオが好きなので、このピスタッシュを一口食べてみたいと思います。いただきます。ピスタチオ美味しいね。ピスタチオって、アイスクリームで食べるイメージですね。これクッキー美味しいですね。東京駅の中の限定のマカロンがありました。東京駅の中にね、そのラジオの中に、こういうね、マカロンのボックスが売ってあったんですけど、東京駅限定はクリームチーズのマカロンだそうです。きっとね、そちらもランキングには入ってなかったんですけど、お土産には多分喜んでもらえるんじゃないかなと思います。ではこちら第8位のカカオハンターズプラスのオムレットチョコバナナになります。南米でカカオをね、自社で栽培しているそうです。3つ入り買って、この1つを切ってお皿に取り分けました。こちらになります。断面にね、覗くバナナが美味しそうですね。一口いただきます。オムレットチョコ食べたことないな。丸ごとバナナっていうね、よくコンビニであったやつは食べたことあるんですけど、最近見かけないです。いただきます。なんかね、ボリューミーだけど、しつこくない感じがしますね。あんまりね、こう、周りの側が大きいとお腹いっぱいになるじゃないですか。ちょうどいいんで、半分なんですけど、一本食べれそうな気がします。これ美味しい。これ子供喜びそう。バナナとチョコだし。これ、ファミリーにぜひおすすめです。では次にこちら、7位のヌエボ、メープルカスティーラです。
これは文明堂のカステラです。ヌエボっていう商品があるんですね。私文明堂でねカステラ買ったことないんですけど、まあ、でも東京のカステラでは有名ですよね。はい。でね、ミニカステラになってまして、今回ねこういうちっちゃな個包装なんで、お土産でもカステラもらっても嬉しいと思います。私ねカステラとバームクーヘンはお土産でもらうと結構辛くて食べるんですけど全部食べきったことないんですよ。カステラ大きいじゃないですか。バームクーヘンもまあ大きいんで、こうやってね個包装になってるのって、お土産でいいと思います。はい、じゃあ一口食べてみます。このカステラはカナダのねメープルシロップをふんだんに使ってるようです。めっちゃメープル。私福祉屋のカステラ好きで、もらったら2切れ3切れ食べれるんですけど、また今までのカステラと全然違います。ヌエボは多分定番なんですけど、東京駅限定でシチリア産のカステラがありました。この味違いだと思います。何個かお店に行ったらあったんで、これがランキングに入ってたんですけども、シチリア産カステラは限定品だそうです。美味しいです。こちら第6位、木村焼のあんパンです。これは、元祖木村焼の百両屋っていうところのあんパンになります。この元祖木村焼百両屋はレトロモダンコンセプトなんですけど、世界でね21カ国200店舗以上展開するフランスパン専門店のメゾンカイザン代表であり、木村さんの血統を受け継ぐ木村修一郎さんがこのアンパンをトータルプロデュースしているそうです。じゃーん、小判型になってます。この箱が4個ちょうど入るんですけど、1個からでもね買えて、1個で買うと確か袋だった気がします。せっかくなんで、私は4個入りにして、アンパンを選ばせてもらいました。こっちがねアンパンで、こっちがクリームパンになってます。ランキングに入ってるのはアンパンなので、こちら食べてみたいと思います。たくさんバターを使って、卵もねたっぷり使って、リッチな食、アンパンって書いてました。いただきます。ちょっとちぎってみたいと思います。おー、はい、こんな感じです。いただきます。あんこが上品でこの生地自体は昔懐かしの、あんの皮っていうよりはブリオッシュな感じです。噛んだ時にねギュッとこう小判型なんでギュッと詰まってる感じがして、レトロモダンを売りにしてるけど新しい感じですね。懐かしのアンパンじゃない感じ、スタイリッシュなアンパンです。実はあんこ好きなんですよひいき目に見てあんこ好きなんで、今のところこれ一番好きですはい、こちらランキング5位のものになります。これはですね、ミユカっていうお店のラングドシャになります。生バターと小豆のふんわりシャリサンドになります。こちらとこちら、生バターとキャラメルのふんわりシャリサンドになります。多分ねランキング入ったのはこっちだったと思うんで、これを食べていきたいなと思います。両方すごく美味しそうです。これ京都の有名な生八つ橋のねお店、お食べっていうところがやっているお店になります。あずきって書いてます。お食べね超有名ですね。京都の八つ橋で多分みんな一度はお土産でねもらったことあるんじゃないかなと思います。でここが2種類あるそうで、しっとりタイプとさっくりのねタイプがあるそうです。ちょっとパキッと割ってみたいと思います。はい、あーしっとりしてる、割れないあー落ちない、落ちたでももろもろしないですね。いただきます。初めて食べた、何これ一言で表現できない。あんが入って
ちょっと中シャリシャリしてます。でも外がしっとり。想像したのと全然違います。ん？わかんない。これ食べてほしい誰か。ちょっと感想が浮かばないぐらい初めて。無心に食べそう。いろんな手土産もらってるような感じの方はこれもらうと多分びっくりします。びっくり。サクッて食べるラングドシャじゃなくてサンドイッチしてるんで、ほんとなんかしっとりお腹いっぱいになりそうです。はい、じゃあ次行ってみます。こちらランキング第4位になります。こちらはカルビーと東京バナナがコラボしたものになります。ジャガボルダ、カツオと昆布の旨味出し味です。はい、やっとね、なんか甘いものついたんで待ってたんですよ実は。いや、ちょっと甘いもの多すぎて、まあお土産なんでね、スイーツはしょうがないんですけど、こちらジャガボルダになります。どんな感じなんだろう。あ、めっちゃ美味しそう。うんうん、うーん、この味待ってた。なんか一袋絶対食べれちゃう。カツオと、うん、昆布ってもう旨味の凝縮だし、よくお出汁に使われてるし、でもね、日本で育ったらこれは大好きな味だと思います。うん、うん、美味しい。ね、これは和食の名店の広尾のおのぎっていうところが監修したそうです。甘いものが苦手な人に持っていく手土産だったら、多分今回のランキング10位の中で一番いいかなと思います。もう香ばしいし、こう食感が、とてもサクサクしております。うん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 、おいしい。はい、次のランキングいってみます。こちら第3位、メゾンカカオの生ガトーショコラになります。要冷蔵って言われたんですけど、常温食べてもね、美味しいそうです。ではこちらを切ったものをこのお皿に置いてあります。一口食べたいと思います。いただきます。うん、濃厚だけど甘くないです。温めたらね、フォンダンショコラになるそうです。どれぐらいサイズあるのかな。6人分ぐらいは取れそうです。1人だとね、ちょっと多いかもなんですけど、ご家族とかお子さんがね、いらっしゃるところだと喜ばれると思います。チョコレートがね、高級な感じがします。うん、上品。今回ね、食べたチョコ系のどのお菓子よりもこだわってるかなという印象を受けました。だからコーヒー飲みたくなりますね。大人の味です。でもお子さんいてもみんなでシェアしてね、ちょうどいいサイズかなと思いました。ではランキング第2位、こちらココリスのヘーゼルナッツとキイチゴのサンドクッキーになります。はい、こんな感じです。キイチゴの方がランキング入ってるので、じゃあ今回こっちを開けていきたいと思います。このね、ココアパウダーをスペイン産のね、チョコレートで、コーティングしたそうですね。この中にサンドされております。見た目も可愛い。どうですかこれ。いいですね。ちょっとポップな感じ。かわいい。一口いただきます。これは、あ、これ美味しい。これ頭一つ飛び出てる。これ美味しいです。全部美味しいんだけど、これはなんかいいとこ取り。このね、クッキーはみんな好きな味。昔からあるやつなんだけど、
こういう、なんだろう、しっとりして程よい甘さがあって美味しい。でこのチョコレートもなんか昔懐かしい味、なんだろうこれ、なんか表現しづらいんですけど、子どもの頃から食べてるお菓子の高級版な味がします。斬新さとか初めてとかわーすごいとかじゃなくて、あー子どもの頃からこういうお菓子食べたことあるけど、チョコもいいやつだしクッキーもしてるし美味しいしっていう、こう全部が高まってるスイーツになってます。これは絶対ね定番になるやつ、流行るやつです。でちなみにですね、ここのココリスっていう新しいね新ブランドは東京駅の洋菓子売り上げランキング5年連続1位を獲得したザ・メープルマニアを手掛けるシュクレーによる新スイーツのブランドだそうです。はあ、私それ食べたことある。それね本当美味しくて、うん、多分ブレアのねチャームにも使ってたと思うんですよ。そこのやっぱこう完成度の高さがここに出てます。多分すっごくなんていうの、こう日本人の好みとかね最近の流行りを計算して調べて作ったお菓子の味がします。万人受けする味がします。美味しいです。そして堂々のランキング第1位はこちら、菓匠三膳ですね。こちら超有名な萩の月っていうねお土産があるんですけども、そちらと同じ会社が作っている姉妹ブランドになっております。東京駅にねそのグランスタ入ってこれ買おうと思ってレジに行ったら、最後尾はこちらみたいな違うとこに案内されたんですよ。これね平日の10時ぐらい、朝10時に15人ぐらい並んでたかな、多分もっと普段土日とかね並んでると思うんですけど、一番人気これはだけ行列できてました。で特別にねこの萩の月が一緒に入っているセットがあったんで、私萩の月お土産で実は一番好きなんですよ。なんでこれは食べきれなかったら冷凍しとこうと思って、今回ねこの全部入りのパックを買いました。でこれですね、白いんですよ。萩の月はね黄色いんですけど、あと一回りちっちゃいですね。萩の月はねもうちょっと大きかったなってイメージがあります。これは萩の調べコーホワイトと、なっていました。割ってみたいと思います。ここね割ってみます。おーこんな感じです。カスタードあんですかね。いただきます。うん美味しい。ハギの月とちょっと違う。こちらホワイトエッグから作ったホワイトカスタードが中に入ってます。これ初めて食べたかも。さっぱりしてますね。普通のカスタードの方が甘いかな。感想がわからない。私はハギの月の方が好きですごめんハギの月好きすぎるんだもん。まあ、インスタで昔言ったことあるんですけど、私が一番好きなお土産は1位が萩の月で、2位が北海道のハスカップジュエリー、3位がこちら北海道のレーズンバターサンドですね、六花店で。一番好きなのが萩の月なんですけど、もう食べきれないぐらいもらって、もう、冷凍してなんかシャリシャリのままね食べたりとかするんですけど、これね、私ハギの月派かも。まあこれね、ちゃんとした感想なんで、個人的な感想です。並んでるんで、一回ね、食べてみてほしいなと思います。今回のベスト10のランキングはいかがでしたか？これね、ファッションプレスに載ってて、見つけて、あ、ちょっと食べたいなと思って、せっかくなんで、1位から10位全部ね、一口ずつ食べようと思って、今回このね、買ってきたんですけど、私が個人的に一番、美味しいっていうか、好きだったのが、これ、ジャガポルナです。この和の感じが、今までね、ない感じしました。とってもしっかりしてます。で、個人的に、実は、ポテチ食べないんですよ。なので、
こういうスナック菓子ってほとんど食べないんですけど、これね、食べたら、あーこれ上手と思って、バランスが。もう一個食べよう。これね、本当に止まらないです。絶対食べてほしい。あ、他のももちろん食べてほしいんですけど、これはね、日持ちもするし、個包装だし、一番いいかなと思いました。あと、アンパンも良かったですし、チョコレート系もね、全部美味しかったですし、皆さんもよかったらね、1位から10位いろいろあったんですけど、まあ、他にもね、66店舗あるんで、あと56店舗、あるんですけども、ぜひお気に入りをね、見つけてください。それではまた。The future is now, not backing down. 'Cause the future is now.